だから結構力入れてやったんだけど全然柔らかくならんもんで、で前あのほらグローブ3つ見に来た時あったじゃんね、先輩に行ってて、でその先輩が結構やっぱりずっと野球やってみえる方で、ほんなら抜いてもらえばいいじゃんって言って、なんかのまた芯抜いてもらえばいいじゃんって言われたんやけど、もうだいぶあのカラーパッチよりは皮があれなもんで、やわかいのはやわかいんだけどね。そうだろうね、うん、あのカラーパッチの質に比べたらナイキの靴はあの皮は良くないだろう、うん、だからなんかやるみたいやけど、え、なんかやってるんだけどカメラここに放置してるけどあいつ撮る気ねえぞ。いや、回ってるよ。回ってんの、うん、うん、いや気をつけないと声も入っちゃうから、私たちの会話はいらんこと喋れんね。ねえ、わかんないね、まあ、ダークサイド行けば言えないね今何時なんですかそっち。え、もう11時ぐらいかな、もう11時ぐらい。え、仕事は明日は金曜日だもんね。あのちょね、そういうこともあるのよ、私人生大変なのよ、バカ言ってるけど、やっぱりだから私もあの毎日野球見てられないから鈴木さんみたいに金はないし鈴木さんみたいに、あのね、あの野球見てるとイライラするんやけどね、弱すぎていや、ドラゴンズ買えばいいじゃん鈴木さん。え、あ、それいい考えだ。それいい考えやね。もうオーナーになれと。そう、そしたら俺あの名古屋ドームに売店出そう。ちっちゃ名古屋ドームとドラゴンズ経営別やけど。あ、そっか、よく知ってるね。さすが鈴木さん経営者だね。ちゃうちゃう、何屋さん出すの、あのうどん屋さんかなんか。いや、いや多分唐揚げ屋さんぐらいかな。違う、あのドローンの店。ドローンの店やってバカかお前は。あの7階の裏の攻撃になったらみんなでドローン飛ばすね。ドゥーってあれが嫌い、あれ風船をやるのが嫌いよく風船知ってますね。まあ、あの時々さ日本の野球見に行ったってやつって合うんだよ。うん、それで教えるとなんでそれとか相手だね。うん、なんかファンサービスを履き違えてる感がすっごいするんだよね。わけわかってダメだ、うん、日本の野球はダメだよ。どこ叩いた、どこ叩いたのにしたの。え、なんかだいぶ一生懸命やっとってくれるんで、だいぶ硬い、あの納得いかんみたい。あ、そう、 お金払うでしょ、うん、え、なに今なってた。いやだから結構ね、ひどいって言ったら言い方悪いけどさ、結構荒いことやってんだけど、そこまでやっていいのかどうかこっちもわかんねえしさ。いいじゃん、違うの買えば。また買えばいいじゃん、違う。なんで何金あるでしょ。え、金はあるの。金あったら、金あったら野田さんみたいになってるよ、俺。そこちょっとカットしないと。カットしないと。いやいや、だから俺はああいうアホな人大好きなんやけど。
まだちょっと硬い。あ、そう。うん。まだちょっと違和感ある。お気に召さないようです。金持ちはうるさいんだよ。でも結構まあひどいことって言ってやら言い方悪いけどさ、やっても大丈夫なんだね。何してるんですか今ね。あの土手のとこをねこなしてる。うん、はいはいはい。ああ、さすがだね、シェルさん。いやいや、あ、誰でもできますよ、これ。いやいや、だから、あの、本当にこれ、どの程度やっていいのって分かんないじゃん、ね。ああ、それはある。うん。で、力の加減も分からへん。結構力入れていいよって言って、前教えてくれたんやけど。今見た？こうやって、あの、網のところを少し揉んだよね。うん。うん、技ね、技。トリックじゃないですけど。匠の技ね。あの、指をこうやって内側に入れるでしょ。さすがだな。だからそこ、ここ、これをどの程度やっていいのか。だって一回下手っちゃったらもう戻らないじゃんね。変わって。落とす。結局そこかよ。金売るでしょ。いやいや、金売るの問題じゃない。だって。せっかくこの世の中にグローブとしてこの革が生まれてきたんや。え？だからかわいそうじゃん。食っちゃうって。すごいね、今のすごいね。さすがだね、石原さん。そんなこと言われると恥ずかしいな。いや、っていうか何の評論家やでよ、お前って。これを、あの、2年前に見たかったね。あ、そっか、うん。あ、わかった。この回のタイトルわかりました。鈴木さんの回、鈴木さんとこいつとお前。鈴木さんがキャッチボールするでしょ。そうそうです、これから。あの、鈴木さん今日サンダル履いてる？靴だよ、靴。ダメだ、サンダルでやんないぞ、キャッチボール。ほら、え？この前褒めてたのにサンダルでキャッチボールやって、鈴木さんやっぱ偉いなって言って。意味わからんし。それはあの、キャッチボールする相手に失礼かなと思って。サンダルって、サンダルで十分でしょ。そんなことはない。サンダルはサンダルだから、短パンだったらなおいいっていう。おお。B さんで？パドレスの B さん、かっこいいね、あれ。あれね、6だね、5だね。安っ。5、600円で買えるの？何足買う？1万足ぐらい、まだ。あれ、日本やと本当に9段目入っとったら1000円超えるでね。ゴミみたいなもんだよ。うん。ただもらったやつもあるもん。3つか2つある。だからそういうとこがね、あの、使えなさげなものをくれるんよ。ああ、うん。あの、ファンクラブに入ると、なんで入っていくかって、なくしたっていいから入っていく。うん。ゴミだよ、スイスハートはさ、 B さんだよ。うん。B さんだよ。うん、いやだからさ、そのさっき言っとった、そのファンに還元するっていうのが方向性が間違っとる。間違ってるね。うん。知らないんだよ、日本のやつって。なんか、どこまでアップしていいのかな。なんか目先のね、なんか、あの、目先の
なんていうの、サービスみたいなところにね、お金かけてるから。でもね、じゃあ所詮日本の野球でやるよ。僕は僕も行けない。ああ。で、プロプリファードをどうですか。はい。5万円のプロプリファード。いいね。あとは自分でやります。ありがとう。これ何球？紐取れちゃったし。これね、紐の結び方が分かんねえからさ、子供みんな結べないですよね。え、もうちょっとやね。よし、うちで叩こう。あんなにやっていいんだ。うん、びっくり。さすがだね、じゃあさ。まあ、これで飯食っとるって言いや、そうだもんね。いや、それで飯は食えん。ちょっと色違う。そこにこうやってご飯入れてさ、食べる。そう。なるほどね。美味しいかもしれない。これご飯入れて。飯食えるよね。うん。ちょっと網だからまずいかもね、これね。ご飯おろしちゃう。ピッチャー用にピッチャーにすればいいか。サランラップかなと5枚。ああ、なるほどね。あ、いいおにぎりができるかも。そう。できるか。飯食うんだね。ああ、よくなった、うん。あの、石原さんさ、はい、あの送ってもらうわけだから、うん、あの、アマゾンのウィッシュリストにあなたの欲しいもの入れといたら。いやいや、そんなことあかんっすよ。だから例えばだって、その動画で必要なものとかさ、うん、そういうものを何気に置いといたら、誰か感謝して送ってくれるかもしれないじゃん。いや、逆にね、気使っちゃってね、何にも大したことしてないのに、あのミッともみもみしただけなのに。何を送ってもらったの？そしたらきっと鈴木さんかなんかが、なんか、あの、車とかに2、3台くるよ。そっか。何？鈴木さんね。うん。いいだから。ブラックカードだから。そう。ヘリコプターまで買えるんでしょ？日本のアマゾンってフェラーリとかあるじゃん。あの、後ろにしてる。買ってくれて。ああ、そっか。マセラティ。フェラーリ買うならマセラティの方がいいね。ああ、いいね。うん。なんかフェラーリって成金みたいな感じですね。金で乗ってる人がいる。うん、白のマセラティ。マセラティはいいと思う。ああ、すげえなと思うよ。